仕事でもさ、もうちょっと使うじゃん。確かに確かに、本当にヘトヘトだ。元気なんだよな、また。そうみんな今日はご飯どうするでしょ。もう考えたくなかったんだけど、うん、今日はもう弁当にしようと思って。あ、いいじゃんね。たまにはいいよね、そういう時があってもいいな。さあ、今日の弁当はこちら。じゃん、これもうわかるでしょ。前もご紹介させてもらったんだけど、うちではもうリピリピリピです。三つ星ファームさん、冷凍室に縦で置けるっていうのがとても良くて、やっぱりさ、旅行機だと結構取るじゃん、多少ね。縦置きですっきり置けるっていうのが最高で、今日はこのお弁当でいろんな種類もあるから、みんなにいろいろ決めてもらおうと思って。この三つ星ファームのお弁当って冷凍なんですけど、5分チンすればよくて、有名なシェフが監修してるお弁当だからすっごい味が美味しいね。で、そのお弁当が60種類ぐらいあるんだよ。すごいよね。正解です。いや、おいしい。でしょ？で、辛いの入ってるよ。
やつ。いろ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 、そうそう、クラゲとかね、いろいろあるやつだよ。これはなんと60種類ある中のママが選んだ14種類でございます。すごいでしょ、みなちゃんが14種類とっておきを選んだの。というわけで、みんなが好きなお味ばっかりよ。だから、美味しいのがいっぱいあると思います。選びましょう。はいはい、はい、それはね、ネギ塩馬だれチキン竜田揚げ。これがいい、ね、これにするの。うん、レッドがジョーレッド、これにしよう。ジョーレッド、これにしよう。あ、どっちにする、どっちにする、リタ。うんうん、私はこれ、トントンサンドチーズソースのカニクリームコロッケ。あ、いいね。いやね、レモンバターのやみつきローストチキン。小雪は塩でとるときも、あ、やっぱりリアとかだ。お出汁の効いたエスニック風トマトムヤムおでんじゃん。あ、え？じゃあみんなこれちょっとチンするだけだから、チンしてくるね。いやもうね、これもう5分チンするだけだから、物によって違うけど5分ぐらいチンするだけだから本当に楽で、買い物すら行きたくない時あるじゃん。なんかお惣菜買えばいいかって思うけど、その買い物を行くのすら行きたくない時があるの。そういう時すごく便利。冷凍庫開けたら、あるでしょ。もうお茶碗も洗いたくないって時あるじゃん。その時も本当にもうこれさ、処分できるからさ、器が。もう本当に楽。ありがたいね。あれ残ってんの、牛コン。トムヤムおでん。さあ、できました。手を合わせてください。いただきます。怖いよね。めっちゃエスニック。でみんな美味しいブロッコリー。美味しいね。やっぱブロッコリーいいね、お野菜。あ、こんな。じゃあ口になって。お野菜いっぱい食べれて偉いじゃん。食べないじゃん。美味しい。ゆいちゃんも美味しい。食べてます。贅沢なトマトとチーズのハンバーグ。食べてこれ。ママも食べてる。食べてみる、リア、エビの。ああ、じゃあカニ、カニクリームコロッケです。おいしい。食べていい、食べちゃおう。おいしい。そう、食べちゃおう。リアもこれでおいしいって。リア、レモンもすごいしっかりレモンだ。あ、そうなんだ。さっぱりしてて、めっちゃおしゃれな味。食べるの、うん、うまい。レモンのチキンなんて家では作れないでしょ。めっちゃおしゃれな味。いつか私も作ってみたい、こういう味。さすがシェフ監修だね。カニクリームコロッケとかさ、ママ切ってよ。家では作れないでしょ、難しそうじゃん。爆発すんのよ、めっちゃ。リアちゃんの美味しい。じゃあ、ポーポーポーポンチュー。いいよ。美味しい。私はエスニック系が好きだからさ、エスニックおでんにしたんだけど、なかなかお弁当でちょっとエスニック系とかあんまりないからさ、嬉しい。副菜がいろいろあってさ、人気ね。イエイ、うん、こうやってさ、なんかみんなにシェアできたりとかさ、いいよ。これ冷凍のお弁当っていうクオリティじゃないよね。うん、すごい。帰ってきてこれが冷凍庫になったら嬉しいね。平日とかね。なんかわかんないじゃん、その日の疲れとどうやら、その日にならないと。だから急遽、ねえ、みんな
なんか、もう疲れたってなった時にめっちゃいい寝れる。いいね。常備しておくとさ、安心感があるよね。うん、ママこれ食べてごらん。これパセリ、うん、これさ、うん、レンジで解凍するだけだからママがお仕事でいない時とかも食べれるね。そうだね、レンジでもいけちゃうね、うん、簡単。そう、なんか栄養がたっぷりだからママも安心だ。ママもっとご飯ね。これね、一つのお弁当あたり350キロカロリーなんだって。へー、ちゃんと数字として明確だからさ、このいいね。ね、なんかお弁当系ってやっぱカロリー高めが多い、うん、うんうんうん。だって1000とかいっちゃうお弁当とかもあるじゃん。うん、やばいよね、もう怖いもんね。なんかローカロリーなものって味も焼き質素のイメージがあるけど、すごいしっかり味美味しくて、美味しい。ご飯と一緒に食べれば全然満足になる、うん、十分、うん、もうなんかさつまいも柔らかくて美味しいわ。うん、毎日の献立ってどうやって考えてる？なんかレシピをさ、なんか携帯で見て保存してるから、うん、そっからなんかどれぐらいかかるかなって、最近作ってないなっていうことで、うん、なるほどね、悩むよね。そう、悩むの。おかずは悩まなくても、このサラダとかさ、副菜が結構悩んじゃうんだよね。わかる、副菜結構ありきたりになっちゃう、うん、でもさ、これだったらさ、もうしっかり副菜もあって、主菜もあって、まあ、ってかわいい。ねえ、ゆずこれでいいか。食べて。仕事とかさ、なんか出かける用事とかさ、いろんなスケジュールあるじゃん。それによって、なんか配送頻度とか、個数とか、いろいろ変更できたりするから、それがめちゃくちゃ便利だなって。めっちゃいいね。そもそもが冷凍保存できるしね。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。美味しかった。満腹。満腹だけど、もうこれはポイってするだけでいいって、最高じゃない？楽だね。楽。洗い物がだって普段の半分ぐらいってことでしょ。もっと少ないんじゃない？これ作るのに、フライパンと。わ、そうじゃん。半分もないわ。ボールとか。確かに。そうだね。もういいや。一つ一つお皿がみんなにもあるでしょ。気が遠くなる。いや、今日は洗い物が少なくて嬉しいわ。調理器具とかさ、ボウルとかいろんなのもあるじゃん。食べるだけじゃなくて人数も多いし、まあ大変。今絶賛もやっぱ子供が活発な時期で、でちょっと手がかかる時期だったりして、で仕事もしてて、私たちに本当にぴったりな商品だなってすごい思う。すごい助かるもんね、やっぱり。うん、ふーって安心感というかね、私がもう一人いるみたいな、そんな気持ちになる。救世主のようなさ。はい、いた、三つ星パンもいたってなる。シオンもさ、仕事しててさ、だいたい帰ってくるのが8時だったり9時だったりとかするんだよね。でそっからさ、自炊ってなるとさ大変じゃん。せめてご飯は炊けたとしても、そっからご飯おかず買いに行ってさ調理するってなったら、もう 10時とかさ、寝るの12時回っちゃったりとかするじゃん。だけどさ、やっぱりさ、こうやっておかずさえあればもうすぐね食べれるし、あとね、親としては安心、栄養がちゃんとできてるから、はあ、よかったってなるね。送りつけようかな。自分で自分のために買うっていうのもあるけど、なんか親、私たち親が子供の、一人暮らしの子供のために買うっていうのもありだしね。なんかあと、うち母親もいるじゃん、お母さん。お母さんもやっぱり足腰弱ってて、作るのも苦だから、今日トマトだけとかいう時とかあったのよ。そう、そういう時に、トマトだけ大丈夫、夏バテしちゃわないって話をこのつい最近したのよ。そういう時とかなんか、ああいいな、そういうの、こういうのいいなって思って、ちょっと見直せって
のいろんな人の救世主になるの。実はなんとですね、みなこファミリー TV と三つ星ファームさんがコラボキャンペーンすることになりました。今回なんと60種類以上もあるメニューの中から私がおすすめする14食をセットにいたしました。はい、では一つ一つちょっとご紹介させていただきたいと思います。濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ。これはハンバーグがとってもジューシーで、トマトソースとチーズの相性がとっても良くて、子供たちもとっても大好きでした。幸せタルタルの国産サーモンフライ。サーモンフライは子供たちもすごく大好きで、私もすっごい美味しかった。ナポリの風香るチーズをまとったトマトチキン。これはね、チキンすごく柔らかく調理してあって、チーズとの相性が最高でした。ネギ塩うまだれチキン竜田揚げ。これはね、結構がっつり系のおかずで、男の子たちにもとても人気のメニューでしたね。濃厚トマトチーズソースのカニクリームコロッケ。カニクリームコロッケがとっても本当に濃厚でクリーミーでとっても美味しかったですね。コクと旨味のオニオンソースのハンバーグ。ハンバーグはとってもジューシーで、オニオンソースとの辛みが最高でした。彩り野菜とスパイシーケイジャンチキン。こちらは私本当におすすめで、スパイシーなお味が最高でした。お出汁の効いたエスニック風トムヤムおでん。これは初めて食べた、味だったんだけど、すごい気に入っちゃって、私もう2個目も行きたいぐらいです。プリッと甘辛特製エビマヨ。エビマヨって作るのもすごく大変なんだけど、これは本当に手軽にエビマヨが食べられて嬉しかった、美味しかった。レモンバターのやみつきローストチキン。家では絶対作らないじゃない。お弁当であるとありがたいわ。ご飯もお酒も進むコクうま豚キムチ。本当にこれはおつまみとしても最高で、おかずとしても米が進むっていう感じのおかずでしたね。牛の旨味染み渡るキーマカレー。これはやっぱり本当にご飯が進み、とっても美味しかった。天津風卵の贅沢紅ズワイガニの白雲あん。こちらはもうふわふわ卵とズワイガニの白雲あんがとっても合ってて美味しかったです。子供たちにも大人気でした。白身魚の甘辛特製黒酢あん。これは黒酢好きな私は大好きで、ご飯がめちゃめちゃ進みました。みなこファミリー TV 三つ星ファームコラボ14食セットが初回なんと 51% オフ、1食あたり587円になります。期間限定、数量限定、送料無料となってます。コラボキャンペーンは期間限定2023年9月の25日12時までなので、この機会に皆さんぜひお試しになってください。今なら特別にこちらスイーツがついてくるみたいです。なんとしっとりブラウニーです。こちらもね、冷凍で来るんだけれども、これなんとですよ、糖質 40% オフなの。だからちょっと安心して食べられるよね。糖質は少ない方がありがたい体なので、ちょっとありがたいですね。ちょっといただいてみたいと思います。ナッツが上に乗っていて、わお、しっとりしっとり、すごい、結構なんか濃厚な感じの。いただきます。糖質 40% オフに感じないね。すごい濃厚、美味しい。では今回みなこファミリー TV の14食コラボセットをご注文された方には、なんと2回目以降もお得でずっと 39% オフ。はい、こちら購入方法なんですけれども、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、こちらの方に飛んでいただくとこの画面になります。はい、こちら私の顔がこういう風に入っている画面になりますので、こちらの方、下の方にピピピピッと行っていただきます。はい、ブラウニーも出てきました。そうすると、あ、赤いね、みなこファミリー TV コラボ特別セットを申し込むという画面になりますので、そちらをタップしていただきますと、はい、
ちらの方で受付の画面になります。注文ページになりますので、こちらからご注文をお願いいたします。はい、というわけでこちらの三つ星ファームさん、本当にね便利だし美味しいし、とっても使いやすい、まあ、なぜならばこの入会金もないし年会費もない、そしてキャンセル料もないということで、お試しがしやすいのよね。やっぱりなんか入会金とか年会費とかあると、私はやっぱり躊躇しちゃうタイプだし、今日はちょっと外でご飯食べようかしらとか、イベントがある時とかは食べないわっていう時なんかはキャンセルもしやすいということで、本当に、ね、使いやすい、そこが私のお気に入りのところです。気になってくださった方は概要欄の方に詳細の方載せてありますので、皆さんチェックしてみてください。それでは皆さん、またねー。